はい、こんにちは。皆様お集まりいただきありがとうございます。理化学研究所言語情報アクセス技術チームの関根です。はい、どうもありがとうございます。本日は、LLM と知識グラフの活用のためのワークショップと題しまして、ワークショップを行います。シンラの知識グラフ API を利用したデモアプリ開発のオープンタスクの紹介という副題もついております。実際、私たちのチーム、私の発表の最後にも話しますが、LLM 関係もやっておりますが、今日の、ワークショップはどちらかというと、シンラという知識グラフ、そちらの方の、ワークショップです。それをラージランゲージモデルの、欠点なりを、カバーしていくために、どういうことができるかとか、そういったアプリの開発をしていこうという話の、内容です。はい、今日のスケジュールです。私は最初に、紹介を15分しまして、オープンタスク用のデータ、あと API の話を三浦さん、宇佐美さんにしていただきます。で、それから、実際に応用関係で、日本語マルチホップ QA データセット、これ作っておりまして、これを石井さん。それから、ラージランゲージモデルと知識グラフの活用アイデアということで、坂口さん。それから、シンラの、知識グラフを利用したアプリ、アイデア。を考えていただいているグループがありまして、ある会社の有志の方々ということで、これはビデオで、竹内さんの話を最後にお流しします。で、最後、30分程度、25分ですか、オープンディスカッションして閉幕ということにしております。はい、まず、シンラというプロジェクトについてご紹介します。シンラというのは、いわゆるノレッジグラフ、知識グラフを作ってます。ベースは、ウィキペディア。で、知識グラフ皆さんご存知だと思いますが、こういうふうにノードが、それぞれのエンティティがありまして、そのノードとノードの間で、リンクされているとエッジがあります。例えばここ、ちょっと下で見えないんですが、シカゴお部屋空港っていうのに、その空港がある場所は、イリノイ、シカゴであると。で、シカゴはイリノイ州で、イリノイ州はアメリカにあるとか、お部屋空港の名前の URL はこのお部屋さんによるとか、そういったリンクが、ざーっとたくさんできている。こういうのを知識グラフと言っておりまして、私たち一生懸命作っております。で、これ何でのために作っているか、シンラと呼ばれるこの構造化された世界知識を作っていくのが、2017年ぐらいから作り始めているんですけども、その当時はラージランゲージモデルなくて、単にこう、質問に対して答えが出る。っていうような QA システムが大半だったわけで、その時に説明をしようと、答えの根拠を人が理解できる説明の形で提示するということの目的で作り始めてました。ただ、今、ラージランゲージモデルがかなり、説明に近いものをしてくれるんですが、やっぱり間違いが、ハルシネーションという問題もありまして、それを例えばカバーしていって、正しい回答に導くためにも使えるかなと。それ以外にもいろいろと考えられると思うんですが、それがまさに、今日の、シンラアプリケーションのデモタスクの目的です。いやいや、こんな知識グラフ世の中にたくさんあるじゃないかと言われる方もいらっしゃるかもしれません。DBpedia だとか、Wikidata だとか、Yago だとか、Freebase、BubbleNet、たくさんあるんですが、我々自然言語の研究者としてはもちろん使ってみようと試みるんですが、とにかく汚い。もうカテゴリーも適当に作ってあるものが多いですし、ちゃんとカテゴライズされてないとか、属性も捉えてないということで、とにかく現在ある知識ベースは自然言語処理利用には耐えられないというのが私たちの結論でして、じゃあ自分たちで作ろうと思い立ったのが2019年です。で、まずカテゴリーの問題、本当にウィキデータとかは自分たちでカテゴリーが作れるので、それが汚いので、拡張固有表現という、こういった百科事典に載っているような項目を分類する体系がもともとありまして、220種類ぐらいなんですが、でそれに対して、ウィキペディアをマップしていこうと。で、この拡張固有表現には属性値、属性が空港には、例えば名前の URL という属性があるとか、滑走路の数という属性があるとか、そういうことも定義されてますので、このウィキペディアをその形にこう構造化していく、で、リンクをつける。ということで、構造化知識グラフを作ろうということを目標にしております。
で、単に頑張って僕らが作るんではなくて、評価型ワークショップを通じてみんなで作っていこうということで、リソースバイコラボラティブコントリビューションということも標榜しております。ちょっと後で詳しく説明します。で、まあ、ウィキペディア、皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、いわゆる百科事典で、特に、まあ、インフォワークスのところに構造化知識はありますが、そこに、それ以外は特にないと。で、カテゴリーもついてるけど、まあ、かなりいい加減だという形なので、3つのステップを作って、この知識グラフを作っております。で、それぞれが、タスクになっていて、皆さんの参加を、お待ちしていますという状況です。で、まず、例えば、島崎藤村。っていうページがあったとして、まあ、これは人名だよと。人名っていうのは、その220種類の拡張固有表現の1種類なので、まあ、人名だよという分類をするという分類タスクがまずあります。で、今度は島崎藤村っていうもののページから、作品という属性値、属性に関する属性値で嵐という、まあ、例えば、彼が書いた本ですね、があるということを抽出してくるというタスクもあります。で、それから最後に、この抽出した嵐。まあ、嵐って言ってもいろんなタイプの嵐。歌のグループの嵐があり、風の嵐があり、とあるんですが、まあ、この、島崎藤村の嵐にリンクさせて、で、やっとこの、知識グラフができると。まあ、そういう形になっております。で、これは2018年からタスクは始まったんですが、この属性抽出のタスクが2018年、19年、20年、22年にやられてまして、大体 F 値という評価値で50点、50から90点ぐらい。で、分類タスクっていうのは、まあ、2022年に初めて日本語ではやったんですが、マルチリンガルで30言語の、ウィキペディアを拡張固有表現に分類するというタスクも20年、21年にやりまして、カテゴリーによって精度は違うんですが、80から93の F 値です。で、最後にこのリンキング、嵐という、属性して取られた嵐というのが、この嵐のページだよと。リンクするタスクについては、2021年に、と、2年、去年もやりまして、80から90ぐらいの、精度ですと。まあ、まだ、やっぱりこの属性抽出というのは、文章の中から、属性の値を取ってくる。まあ、そこがなかなか難しくて、ここの部分の精度向上などに皆さんの力をお借りできればと思っております。はい。あと、精度向上とともに、こういう知識グラフ、昔から、アメリカではサイクとか、日本では EDR という大きなプロジェクトで作っていたんですが、まあ、あまり成功してない。精度の問題もあるんですけども、もう一つの問題は、アップトゥーデイトすることが難しい。一回大きな知識作ると、もうそれから次はどうしよう。そこでまた大きなお金かけられないと。いうことで、問題なんですが、私たちの仕組みを使いますと、まあ、信頼を更新し、ウィキペディアが更新されるのに対して、信頼も、半自動的に、更新し続けるということで、このアップトゥデートの問題が、メンテナンスの問題が解決できるというふうに考えてまして、常にいつも最新のウィキペディアに対する、構造化知識ができると。いうことで、例えば今年のタスクはですね、2019年のウィキペディアのデータを教師データとして2021年を半自動的に構造化する。で、これがうまくいったら今度は2021年を教師として2023年のウィキペディアを構造化する。まあ、そういうことが永遠にし続けられるので、常に最新の知識が構造化されていくというふうに思ってますし、去年からさっき言った分類属性抽出、リンキングのタスクを一気にやるということをやってますので、技術的にも相乗効果があったり、エンドエンドで、精度向上の可能性があるというふうに考えています。で、もう一つの特徴、リソースバイコラボラティブコントリビューションについてですが、評価型ワークショップですね、ハッカソンとか、まあ皆さんご存知かと思いますが、ああいうのを私たちは開催してますって。で、皆さんがこう参加してきて、まあ皆さんの目的としては1位になりたい。それはそれで素晴らしいことだと思うんですが、その結果をみんなで共有しましょうということをしてまして、例えば10チーム中8チームが正しいといったものは正しいものとするとか、適切に、なんか6人がこう言って4人はこう言ってる場合には人でチェック入れるだとか、あと、
そういった皆さんの出力をもとにもう一度学習し直してタスクを実行するとか、まあ、いろんなやり方で、知識がより良くなっていくということが考えられますと。ということで、みんなで共同しながら知識を構築しましょうというのを旗印にやっておりまして、例えば2018年ですね、この、例えばシティっていう、この都市名に、まあ、この時は8チーム参加があったんですが、8チームの中で一番例えばシティの精度が高いのが46で、AIP のシステムが46だったんですが、みんなの知識集めて58になって、まあ、12点も上がるとか、エアポートについては15点も上がるとか、まあ、こういった結果が得られてまして、みんなが参加することによって、よりいい知識ができるということは証明されております。1位のチームではなくても、役に立つものを出しているということを拾って、よりいい知識になるということが証明されてますので、もし興味あったら、ぜひご参加ください。で、2023年の今年の進路のタスク と、デモトラックです。で、先ほど言った3つのタスクについては、知識構築タスクを実施してまして、リーダーボードで行っています。それから API を利用したデモトラック、まあ、今日のメインの話ですね。まあ、これもやっております。まあ、この知識を作りました。じゃあ、この知識をどうやって活用しましょうかというような、デモを作っていただくというトラックです。で、今年の進路は、キックオフミーティングを5月18日に行いまして、今日が、まあ、中間報告会っていう、まあ、別名中間報告会をやりまして、12月ぐらいまで、実施していきます。なので、特に API のデモトラックご参加いただければ幸いです。こちらがホームページ、プロジェクトのホームページ、進路プロジェクト .info。まあ、ここにすべての情報ありますし、特に2023年はここにあります。で、スラックでいろいろ情報を共有しますので、こちらにご参加いただければ幸いです。はい。で、まあ、ラージランゲージモデルと知識グラフということを標榜しているので、その話をしますと、まあ、ハルシネーションって、まあ、本当に問題があって、これ実は今日の朝やってみたんですが、アフリカ大陸には2番目に広い国はどこですかと聞いたと。で、アフリカ大陸において2番目に広い国はアルジェリアです。あ、そうなんだ。アルジェリア、北アフリカに位置し、国土面積は2万万とかメートルですと。アルジェリアはアフリカ大陸最大の国であり、あれ、コンゴ共和国に次いで2番目に広い領土を有しますと。なんだっけっていう感じで、まあ、注意してみると、まあ、238万キロ、平方キロメートルアルジェリアあって、コンゴ共和国は234万が238万より大きいみたいなことが書いてあったりして、まあ、これハルシネーションというよりも、なんか理解不足な感じがしますが、実は正確にはアルジェリアは2番目に広い国ではなくて1番広い国で、コンゴが2番目に広い国なんですね。まあ、こんなことも平気で言ってしまって、まあ、読んで、ふっと読むと、あ、アルジェリアかって思っちゃうと思うんですが、ただ、まあ、質問を変えると、ちゃんとアルジェリアとコンゴ共和国はどちらが広いですかっていうのは、あ、ちゃんと分かってると。コンゴの方が広いっていう、アルジェリアの方が広いっていうのは分かってると。で、まあ、面白いのは、まあ、皆さんも経験あると思いますが、もう一回同じ質問すると申し訳ありません。前の回答不正解でした。というふうに答えてくれますと。まあ、これは、GPT、チャット GPT ですが、まあ、これを進路で解くとすると、今日、これから紹介する、API によって、アルジェリアの面積という、値が取れます。これもロジカルに、クエリーで取れますと。で、これを取って、一体どっちの方が大きいか。この場合は、シンラで全部を解くとすると、すべてのアフリカの国に対して面積を取って、で、それで最大値を探すということで、アルジェリア側が1番大きくて、今後は2番目ということが分かると。まあ、こういう解き方ができるようになると。で、まあ、これはなかなか難しいので、LLM とガチャンコすると、まあ、アルジェリアと今後を調べて、で、それで、あ、これが大きい。あ、なんかさっきの間違ってるねっていうことが分かると。いうことで、ハルシネーションのチェックができるんじゃないかという応用があり得ると思っています。はい。という形で、シンラというのはこういうふうに活用できるかなということで、後半の、特に後半の3つのプロジェクトは、そういった話が出てまいります。で、すいません、時間なんですが、もう1個だけ。一番最初にうちのチームでは、ラージランゲージモデルのこともやってますと
という話をしましたが、実は、ラージランゲージモデルのための日本語インストラクションデータというのを作成しようとし、作成し始めています。で、これについては10日後の 10時からオンラインのみ、またドアキーパーでこれと同じような形で、インストラクションデータの作成プロジェクトの説明会をします。ご存知のだと思いますが、OpenAI の論文を読んでも、日本語のインストラクション、インストラクションデータっていうのが、GPT においてすごい大きな役割を、果たしたと。ただ、日本語で大規模な日本語のインストラクションデータはなくて、まあ、商用利用可能っていうのことを前提に、作っていくことにしてます。で、今年度中で、GPT3.5 のファインチューニングと同等の1万インストラクションを開発しようと思ってますと。で、このプロジェクトの目的と、概要を説明して、作成するインストラクションで作成スキームを示して、皆さんからの意見をいただくための説明会を開催しますので、こちらの方も、この QR コードとか、まあ、こちらですが、ぜひご参加ください。はい、すいません。ちょっと余計なことも喋りましたけれども、はい、シンダのプロジェクトとして、ラージランゲージモデルを作っ、ラージランゲージモデルと、まあ、ガッチャンコするような形でシンダを活用していただきたいですし、またもうシンダだけで何かアプリケーションを考えるということがあれば、それもそれで大歓迎な、シンダのオープンタスクをやってますので、ぜひご参加ください。はい、よろしいでしょうか。はい。では、私の導入はこれで終わります。次に、三浦さん、お願いできますでしょうか。私の方からは、今回のオープンタスク用の、診断のデータについて、ご紹介させていただきます。で、今回、まあ、API の内部でも使われている、診断プロジェクトの、構造化タスクのデータについてなんですけども、これはまあ、データとしましては、まあ、今年度タスク診断2023もございますけども、タスクとしては昨年、まあ、診断2022年ですね、2019年版のウィキペディアにラベル付きデータをもとに、2021年版のウィキペディアの全記事を推論するっていうのが、まあ、昨年、エンドで全ての記事を、推論するっていうのが、昨年のタスクでして、まあ、今年度タスクではさらにこの2019年のラベル付きのデータが、まあ、さらに拡充された形にはなるんですけども、まあ、既存の学習済みデータモデルを使ってずっと、全記事の推論とても時間がかかるものでしたので、まあ、昨年の、訓練済みモデルを用いて、以下の構造化タスクについて、推論を行いました。で、まあ、タスクについては、既にご紹介いただきましたので詳細はここでは、まあ、個別に見ていきますけども、まあ、カテゴリー分類の推論をまず、行いました。これはなんか手法としましては、まあ、全記事に2つの全記事をもとに、まあ、学習した単語のベクトルエンティティベクトル、また、まあ、ページに付与されたメタ情報をもとに書く記事を、まあ、マルチラベル分類をしたようなものになるんですけども、これは対象記事は約128万6206件、約130万件の、推論対象の全記事に対して、すべて、カテゴリー分類を行いまして、でもこれ必ずしも一つのページが一つのカテゴリーに分類されるわけではなくて、まあ、複数のカテゴリーに該当する可能性もあるということですので、まあ、マルチラベル分類で、まあ、少なくとも一つの記事に1カテゴリー以上を、まあ、推論して、まあそのうちまあ約 4.22% ぐらいは複数カテゴリーに分類されたというものになってまして、まあ、その延べ数が約134万件ぐらいということで、で、これの、どれくらいの精度で、処理で、まあ、皆さんで多分、実際ご参加される方で、まあ、気になるであることは、まあ、実際、そのどれくらいのデータが提供されて、まあ、どれくらいの精度、どれくらいのその推論も、どれくらいの、まあ、信頼度の、結果が API であるのかってことは多分、関心があるかとは思われますけども、まあ、カテゴリー分類に関しては、まあ、マイクロ F1 スコアで、まあ、昨年のタスクのリーダーボードの評価としては 94.25 ポイントくらいの、まあ、精度で分類がなされておりました。で、次に属性値抽出の推論結果に関しては、このカテゴリー分類がそれぞれのページのがカテゴリーに分類されて、そのカテゴリーに応じて、
まあ、定義された属性、まあ、抽出対象の属性値を抽出して、いきましたけども、まあ、これは、まあ、BERTを用いた、ベースライン手法を、まあ、採用しまして、そうですね。で、まあ、先ほど全記事に、まあ、全記事とそのカテゴリーのペアで約134万件ほどございましたけど、そのうちの、まあ、実際に属性値抽出の対象となった記事っていうのは約 53.22% で、72万件ぐらいが、まあ、約半数が実際に属性抽出の対象となりましたけども、まあ、それをもとに、属性抽出を行ったところ、まあ、約6000万件、まあ、の属性が得られた、まあ、1記事あたり、1ページあたりから、まあ、8.4 件くらいの、まあ、属性値っていうのが、まあ、抽出されまして、まあ、これが非常に、まあ、難しいタスクで、まあ、私たちとしても、なんかこれが、まあ、一つのボトルネックになっているところであるんですけども、まあ、しかもこれ、あの、カテゴリー分類の結果自体が、正解ラベルが分からない状態で、さらにそこに追加の推論を行っているので、どんどん、エンドトゥエンドで精度は、あの、コーダのタスクでどんどん精度は落ちていってしまうんですけども、まあ、この、分類の精度としましては、まあ、マクロ F1 スコアで 59.49 くらいで、まあ、マイクロ F1 スコアで 67.25 ポイントくらいの結果となりました。で、最後、リンキングの推論結果に関してですけども、まあ、これは、これももう、まあ、運営委員のベースラインシステムとして、まあ、ルールベースと、まあ、機械学習というか、まあ、集計結果に基づいた手法で83% ぐらいの精度で、推論を行えるものがあるんですけど、それがどうしても、推論に時間がかかるということで、今回はちょっと、機械学習というよりは、まあ、ヒューリスティックな手法で、対応したものになるんですけども、まあ、全記事中の、まあ、実際に存在するリンクを数えて、まあ、リンクの文字列とリンク先のアカウントの、リンク先の、ページ ID っていうのをカウントしておいて、最も件数の多いものを採用するということで、まあ、まあ、プレシジョン自体、この手法は、まあ、ちょっとリコールはそこまで高くないんですけども、まあ、プレシジョンはかなり高い。あの、入力の属性値抽出がもともと正解が与えられている場合には、まあ、プレシジョンがまあ 90% ぐらい出て、まあ、リコールが 60% ぐらいというような手法になるんですけども、まあ、この結果、そうですね、先ほどの、まあ、約6000万件中の6000万件抽出された属性値のうち、実際に定義上属性、リンキングの対象となるものは約 65.5%、 約4000万件が実際にリンキングタスクの対象になったんですけども、まあ、そこから実際に、該当するリンクが得られたものは、まあ、約1800万件 46.6% ぐらいの、精度で、推論が行われました。で、まあ、分類精度はこれも先ほどの属性値抽出の 60% 前後のスコアからの、高段のタスクになるので、どうしても精度は、落ちてしまうんですけども、まあ、分類精度としましては、まあ、マイクロ F1 スコアで 44.82% くらいで、まあ、プレシジョンは 60% くらい、リコールはまあ 35% くらいというような、精度の、推論結果を、まあ、で、すべての、すべての記事の、推論を行った。ものが、まあ、API の、まあ、入力データとなっております。データの詳細としては、以上になりまして、どうしましょうか。なんか、データのフォーマットとか、その辺をお話しするのか、ちょっとあまり把握できてなかったんですけど、ちょっと。まあ、細かいことはいいんじゃないですかね。はい、いいですかね。まあ、はい、まあ、あの、まあ、データの規模感とか、あの、どれくらいの、あの、どれくらいの角度の、で、あの、データを今回 API で提供させていただきますというところの、大まかな話をさせていただきました。私からは一通り以上になります。はい、ありがとうございました。すべてのその、もし参加していただける皆さんがいらっしゃいましたら、あの、すべての情報は新羅の2023のページにありますので、こちらにフォーマットだとか、あの、データの、もちろん、あの、データダウンロードしなきゃいけないので、あの、いろんなトレーニングデータ、あの、公開してます。で、そちらから、ご入手ください。はい。よろしいですかね。あの、ちょっと前半多分3つ、関連した話でひとまとめで、その後に5分休憩があるんですが、そこでもし時間があったら、
そこで質問、質疑応答を作りたいと思いますので、その時に一緒にお願いします。はい。では、次に API の詳細ということで、説明ということで、宇佐美さんお願いします。Shinra 2023の実行委員の宇佐美と申します。私の方から Shinra のパブリック API というものの紹介をさせていただきたいと思います。まあ、先ほど、実行委員との関連よりも説明ありましたように、我々はその Shinra というプロジェクトというもので、ずっと作成、定義を作成したり、アノテーションデータというものを作成してきました。さらにはアノテーションモデルでの、先ほど三浦さんが説明していただいた、推論結果ですね、そういったものも作成してきました。で、Shinra パブリック API というのは、その Shinra プロジェクトの成果の一つでして、こういったもので作成してきた定義ですとか、アノテーションモデルの出力結果というものを皆さんに使っていただけるように取得できる API というものを我々の方で作成し、今公開しております。こちらはもう利用登録のみで無料で利用可能となっております。まあ、具体的にじゃあどんなデータが取れるのか、API 系でどんなデータが取れるのかと言いますと、まずは定義に関するものですね。拡張固有表現におけるカテゴリーの定義と、拡張固有表現におけるそれらの決められた各カテゴリーに固有の属性が定義されているので、それらの属性の定義というものも取ってくれるようになっています。で、具体的な我々が今構築しようとしている Wikipedia 構造化データの中身ですね。これは先ほどの紹介、三浦さんより紹介いたしました、推論結果のデータを返すような API エンドポイントになっています。まず Wikipedia ページの、各 Wikipedia ページのカテゴリー分類の結果、それとそれぞれの Wikipedia ページより抽出された拡張固有表現の結果、さらにはその抽出できた各拡張固有表現の、から他の Wikipedia ページへリンクができる場合、紐付けが探せられる場合には、そちらをリンクという形で、提供できるようになっています。Shinra パブリック API をじゃあ使いたいという方は、どのように、使えたらいいのか。というところはこちらにまとめてあります。まずはその API のドキュメンテーションがありますので、こちらのページへアクセスいただいて、こちらの QR コードがこちらの API ドキュメンテーションへのリンクになっておりますので、ぜひ使ってみてください。こちらでその API ドキュメンテーションのトップページにアクセスいただくと、そこからログインページへ移動というリンクがありますので、そちらへ移動していただいて、新規のアカウントを作成していただくということになります。新規でアカウントを作成して以降は、そこからログインしていただくということで、利用を使っていただくことになります。まあ、具体的なところは、実際のデモを見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、ちょっとここからデモをします。こちらのページも見えていますでしょうか。こちら側のパブリック API のドキュメンテーションになっております。概要ですとか、どんなデータが利用可能かといったところ、どのような認証をしているかと、そういったことも説明されていますが、具体的なエンドポイントに関する定義は、このあたりから詳しく書かれています。どのようなエンドポイントをどう利用したらよいか、例えばどのようなパラメーターが使えて、レスポンスの形式はどのようなものか、サンプルのレスポンスなどがこちらに見ることができるようになっております。先ほどもちょっと口頭で説明しましたけれども、どのように利用開始をするかというところでは、こちらのログインというところに、Shinra パブリック API のログインページというリンクがありますので、こちらで飛んでいただいて、最初にアカウントがない方はここでサインアップをしていただく。メールアドレスとパスワードだけ入れていただいて、コンティニューをしていただければ。それで作成が可能です。で、まあ、私はもうすでに作ってあるので、そちらを使いたいと思います。で、実際にアカウントを作っていただいて、こうやってログインをしますと、すぐにこのようなページに飛びます。ここにこの必要なアクセストークンというのが、まあちょっと見た目は悪いんですけれども、ベタッと書かれている形になります。このアイコンをクリックしていただくとコピーできますので、ぜひ活用ください。こちらをコピーしていただいて、でここから API を実際に利用していくことになります。まあ、不便ですので、ちょっと一回こういった、まあ、環境変数とかに取っておいて、実際に、こちらのエンドポイントに、このトークンを、オーソライゼーションビラートークンとして、ヘッダーに付与してアクセスするという形になっています。例えば、カテゴリーの定義が取りたい。といったときに、
アクセスしていただくと、まあ、こうやってカテゴリーの一覧をバーッと取ってくることができる。いろんなカテゴリーがあって、例えばそこにどんな、カテゴリー固有の属性が定義されているのかというのが一覧で返ってくるようになっています。まあ、もうちょっと具体的に見たいなというとなると、まあ、例えばこう、そうですよね、こう名前という、カテゴリー、名前じゃないんですね、人名というカテゴリー、これは人名というのはまあ人の名前であって、まあ、そういった、こういった個人が特定できるもの、そういったものはすぐ含まないとか、そういった定義が書かれていますと。で、その人名には、例えばこういった、アトリビュート、属性が定義されている。属性のもうちょっとしっかりとした定義が欲しいなとか思った場合ですね、こういった、まあ、誕生地とか、こういうのとか取ってみると、今度別のアクセス、例えば、アトリビュートエンドポイントですね、とかに、こう具体的にアクセスすることで、取ることができる、どんなようなデータ定義であるかっていうのが、取れるようになっている。まあ、人名のカテゴリー全のアトリビュート全部取りたいなみたいな時とかは、アトリビューズのリストエンドポイントに対して、まあ、カテゴリーの ID を指定してやって、きちんと取れるのかなとか。だったかな、このようにどのようなデータが、まあ、こういった、定義があって、このカテゴリーに対する、定義が全部取れるというような形になっています。で、さらには、これ以外にも例えば Wikipedia ページの分類が知りたいページ図というエンドポイントで、まあ、このカテゴリー、人名カテゴリーにある、ページの一覧が知りたいというと、まあ、フィルターした、やつが出てくる。まあ、これ1ページあたりあの50件という制限がついているので、まあ、2ページ目以降が知りたい場合は、さらにページ2個、2とか言って、どんどんページネーションしてデータを返すようになっています。こういった形で、どのようなデータが、ページがどのカテゴリーに分類されているのか、といったデータが得られます。で、一番肝心なエンティティだったり固有表現だとか、そちらのリンクだとか、そういったデータももちろん取れます。まあ、リンクの方から、ちょっと見た方が、リンクのされている可能性の方が少ないので、ちょっとそちらから見た方が分かりやすいかなと思っているんですけれども、まあ、このように、どのようなエンティティが取れて、それに対して、まあ、リンクが晴れている場合とかには、このようなデータが返っている。まあ、例えば、ここでエンティティを見てみよう。このエンティティとか、どうなっているんだろうというのを、詳しく見てみようとすると、これはそうですね、山形県道、47号線の鶴岡羽黒線というもの、ページに対して、そちらのこれの所在地として、まあ別鶴岡市が取れている。で、鶴岡市というエンティティで、リンク先として、リンクとしてこういうのが取れているよというのが分かると。で、例えばこれでちゃんとリンクの方のデータでもきちんと見て、まあ、こういったリンクがあるんだなということが、きちんと取ることができると。わけですね。まあ、例えばそれでもっと具体的に、このページに対するエンティティが取りたいなというようなことがありましたら、フィルターをそのページの ID などでかけてあげるということが可能になっています。ですね、いろんな、こういったそのページに対するエンティティが取れているというようなことがわかります。いったことで、まあ、いろんな組み合わせの方法だとかがあると思うんですけれども、そういった今まである、先ほどの、三浦さんの方から説明があったデータが、すべてそうやって取ってくることができるようになっています。で、はい、そういったパブリック API の、説明については以上になりますが、まあ、こういった、パブリック API というものを、シンラパブリック API というものを作りましたので、まあ、Wikipedia 構造化データと合わせまして、ぜひ皆さんに活用していただきたいなと思っております。
先ほど実行委員の説明よりも説明ありましたように、新ら2023ではこういったパブリック新ら PublicAPI を使って応用的なアプリケーションのデモを作っていただくというようなトラックも開催中ですので、今からでもぜひ参加可能ですので、興味のある方、アイデアある方、ぜひ参加していただけたらなと思っております。新ら PublicAPI に関する例えば質問ですとか、もっとこういった機能が欲しいといったご要望ですとかというのは、ぜひいただきたいので、そういったものがある場合はこちらの新ら のスラックに参加していただいて、そちらの方でご質問ご意見いただけたらなと思っております。私の方からは以上になります。はい、はい、どうもありがとうございました。新ら のプロジェクトの概要、新ら API、 あと新ら のデータの、概要のご説明でした。前半、新ら の関する、ご説明3つありましたけれども、ここに関して、質問、質疑、応答、したいと思いますので、あと8分ぐらい予定の時間まであります。はい、何かありましたら、ちょっと、手を挙げていただくなり、チャットに書いていただくなりしていただければ、答えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。最初に、私の方で最初に来たのが、三つ石豊様。はい。はい、はい、お願いします。質問が、どちらかというと、まあ、三浦さんのところですかね。三つ目のエンティティリンキングのタスクがありましたけども、そこで、道語を結びつけるとかそういう話はありますか？つまり、ウィキペディアのページになくて、なんか別の箇所に、ページに出てくるエンティティ同士をなんか結びつけるようなタスクは、今やってないと思うんですけども、そういうの今後やる予定がやるかっていうのを教えてください。とりあえず、三浦さん、まず答えられますか？そうですね。新のプロジェクト の現タスクの、人気で内容としては、その閉じた、Wikipedia の中で閉じた、そのエンティティのリンク先として Wikipedia 上に存在すれば、そのページ ID を、推論し、もし存在しないと判定した場合は、ヌル値というか、存在しませんということを、もう明示的に答えるというタスクになってまして、将来的な、Wikipedia 外部のリソースとの結びつきみたいなところは、ちょっと私の方からちょっとこの点、その辺の展望はまで把握しきれてないので、もし、どなたかよろしければ。はい、はい、はい、もう関根が喋りますか。もちろんそれは重要だとは思うんですけれども、今のところ、知識ベースを作る、知識グラフを作るベースとして、Wikipedia 以上のものが、またはそのウィキペディア以上のものを取り込んだときにどういう副作用があるかということも、まだ精査しきれておりませんので、そういうエンティティがあるのはもう明らかなんですけれども、今後の課題ということにしておきたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、それでは坂口さん、お願いします。はい、東北大学の坂口と申します。自分は今日初めてその API を具体的に実際に動いているところを拝見してすごくワクワクしているところなんですけれども、今後のなんかその開発とかの計画の中でどういったところにこう優先順位を置いて今後なんですかね、拡張なりされていくのか、もしなんか現時点で考えていらっしゃることとかがありましたら、ぜひ教えていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。今現在は本当に基本的にこうなところから取ってくるとか、基本的なフィルタリングができるというような程度でして、まだそれも完全なフィーチャーコンプリートとは言えないような状態なので、まずは今現在利用できるものでの例えばフィルタリング、もっと ENE の細かいところでフィルタリングをするですとか、Wikipedia のページ ID で全部フィルタリングしていきたいとか、そういったことにもきちんと対応できるようなところをまずはしっかりと作り込んでいくということ、あとはそのもっとその検索的な使い方ですよね。こう本当に使いたいときって、こういう文字列がどういうふうに抽出されてるのかなみたいな感じの、この検索サーチ的な形で使いたいということが多分多いのかなと予想されますので、そのあたりには、なるべく早く対応したいなということを思っております。今は本当にまだ、こういった ID でのフィルタリングとかそういったレベルにはなってしまっているので、ちょっと使い
がたいかなというところは承知しておりますというところです。ご意見本当にこういう使い方がしたいので、こんな機能が欲しいなのもあったら本当にありがたいですので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今最後に宇佐美さんが言った通りで、ここのデモトラックっていうのは、いや、こういう使い方したい、こういうなんかシステム使いたいんで、こういうことをできるようにしてくださいって言ったら、宇佐美君がこう頑張って作りますので作れる範囲は、はい、ぜひぜひそういう意見をください。はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あと1問ぐらい質問を受けられると思いますが、よろしいでしょうか。はい、今もありましたけども、シンラっていうプロジェクトは、そのコラボレティブコントリビューションということで、みんなで作っていこう、共同、協力しながら働くの共同という意味で、作っていきたいと思いますので、皆さんの意見のフィードバックが本当に重要です。ぜひ使ってみて、いろいろやっていただくなり、こんなことやりたい、まあ、今日最後の、特に作業の発表とかは、こんなことをやりたいというような話で、まあまあ、まだ実装してなくても、そういうことを言っていただいて、そのためには、じゃあ、こんなことができたらいいなというような話で進めていきたいと思ってますので、皆さんのフィードバック、ご意見、いただきたいと思ってます。あと2分ぐらいで、休憩で、後半は50分から始めますので、あと2分ぐらいありますが、よろしいでしょうか。はい、では私の方から軽く紹介します。後半は3つですね、データセット、QA データセットの紹介と、LLM と知識グラフの活用アイデアと、あと、まあ、もう一つもアイデアの紹介をいたします。で、今回のやつは、直接的には API とは関係はしないんですけれども、こういうデータセットに対して、もしかしたら Shinra の API で解決することができるんじゃないかと。ということで、こういうデータセットを作ってますので、その後紹介をさせていただきます。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。根拠を説明できる質問応答システムのための日本語マルチホップ QA データセットのご紹介ということで、石井がご説明させていただきます。まず概要としては、関根先生のお話にもありましたけれども、チャット GPT など LLM のハルシネーションが取り出されている中、システムが判断の根拠を説明するスキルっていうのはますます重要視されているのかなと思います。その根拠を説明するための方法の一つとして、知識データを活用するというのがありますが、その知識データを活用するスキルを開発するための知識データをための知識データを用いて回答を導出するマルチホップ QA データセットを構築しました。で、どのようなデータセットかというと、この右下にあるようなデータセットなんですけれども、このそれぞれモナリザ、ウィキペディアのモナリザのページから作成された知識データ、そのモナリザ所蔵美術館、ルーブル美術館というデータと、ルーブル美術館のページから作成した知識データ、ルーブル美術館の最寄り駅はパレロイヤルミュゼルーブル駅という、この知識データ、これをこの3つの組を三つ組と呼んでいるんですけれども、この根拠を三つ組の形で持つデータセットを作成しています。この2つの三つ組を使って、モナリザが所蔵されている美術館の最寄り駅はという、このルーブル美術館というのは質問に含まないで、含まない質問で答えを回答してもらうというデータセットになっています。関連研究としては、2つ以上の情報源をリンクさせて答える QA データセット、マルチホップ QA データセットと呼ばれていますけれども、そのうち根拠情報がついているデータセットとしては、大規模なホットポット QA、あそこに同質情報を三つ組の形で付与している R4C、またウィキペディア、ウィキデータをベースに作成されたトゥーイキホップ QA などがあります。
これはすべて英語のデータセットなんですけれども、このようなデータセットがあって、2WeekHopQA とこの取り組みは似ているんですけれども、2WeekHopQA のように Wiki データなどの既存の知識データをベースとすると、その知識データを使ったときに非常に簡単に解けてしまう可能性があって、その知識データをうまく活用するスキルというのはうまく開発されない可能性があると考えまして、設計方針として今回はクラウドソーシングで Wikipedia から密組を新たに生成して、その密組をベースに問題を作成するということにしました。その密組をベースにした問題についてその種類なんですけれども、密組の組み合わせ方は2通りあると、大きくは2通りあると考えていまして、まず2つの密組、この水色とが1つ、緑の組で1つという密組なんですけれども、共通点を作る、この1つ、1ページ目のこれは具体的には Wikipedia のアンカーリンクになっている部分、リンクされている部分がこのエンティティ2に当たるんですけど、ここのが共通する密組を2つ組み合わせたものを構成問題、先ほどのモナリザの問題がそれですね。あと同じリレーションで並べる、その2つのページの同じその属性について比較するというのを比較問題として2つの種類の問題を作成しています。具体的には先ほどの例なんですけれども、構成問題としてそのモナリザの所蔵美術館はルーブル美術館で、ここのルーブル美術館を共通点として、その最寄り駅はこの駅ですという先ほどの例の問題、これを構成問題と呼んでいます。もう一つ、比較問題として、フォレスト・ガンプ151A の主演はトム・ハンクス、もう一つのレオンというページのレオンの主演はジャン・レノという2つのページから作成される密組を使いまして、フォレスト・ガンプ151とレオンはどちらも主演はトム・ハンクスですか、答えはノーという、こういった問題を比較し問題と呼んでいます。この2つを作成しました。作成方法としてはクラウドソーシングを、主に使っています。構成問題はまず Wikipedia ページから密組を作成するタスクですね。この左側のこれがクラウドソーシングで使った画面なんですけれども、右側に Wikipedia の記事を表示して、左側にこの関係を自由記述で書いてもらう欄を作って、その関係を書いてもらって密組を作成するというタスクが一つ目、その作成された密組を組み合わせて構成問題を作るという二つのタスクを実施して構成問題を作成しました。一部、GPT も用いて実施しています。比較問題としては、このちょっと小さいですけれども、2つのページを並べて表示して、そこから密組を抽出してもらって、そこはコピー&ペーストで作ってもらうんですけれども、それを使った密組の抽出と、それを使った質問を作成するタスクというのを実施しました。で、作成されたデータセットは、構成問題が416件、比較問題が、イエス・ノーで答える問題が、値、属性値で答える問題がそれぞれ370件くらいで、計、1173件となっています。カテゴリーの分布なんですけれども、拡張固有表現という新ラプロジェクトでも使われているカテゴリーで、Wikipedia ページの分布を調べて、その Wikipedia 全体の分布のようにちょっとしようとしていたんですけれども、
といろいろこう修正や削除などを行った結果、ちょっとあの構成問題に関しては人命に偏った問題と現状になっています。比較問題は、人命が 30% くらいと、あの汚染問題よりはあのバランスの取れたカテゴリー分布となっています。具体的な問題の例なんですけれども、構成問題の例としては、の魔女の宅急便の主題歌を歌った歌手の誕生日はいつですかですとか、太陽の塔の設計者の出身地は何市ですかというようなあの構成問題と比較問題ですね。比較問題はあの数値を比較する問題とあの属性値を比較する問題両方混ざっているんですけれども、例えば奈良市とドバイはどちらも人口が100万人以上の都市ですか、この場合、奈良市は約35万人なので答えはノー。あとは若の花と、この2つ、李の力士が若くして初土俵を踏んだのはあのどちらでしょうかという問題で、ちょっと複雑な問題、あの計算が、複雑というか、こう2回演算するようなあの問題も含まれています。あと、属性値を比較する問題としては、あのちょっとここに載せたのは特徴的な問題なんですけれども、この人とこの人で国税庁長官を経験しているのはこちらですかというような問題で、そのどちらか一方しか経験していないので、あの経験なしという属性値でを作ってもらって、イエスという答えの問題。あと、どちらも石川県にゆかりのある政治家ですかという問題で、こちらはあの基本的には比較問題はあの リレーションの部分が同じになるあの問題として設計していますし、まあ、そういった問題がほとんどなんですけれども、あの中にはクラウドソーシングでこういったあの出身地とあと職歴を比較するような工夫をされている問題も一部あの作成されています。ということから、あの文脈を読むようなその LLM のスキルとの値の位置や数値を比較演算するような知識データを活用するスキルの両方が必要な問題となっているのではないかと考えています。最後に、データの公開なんですけれども、できれば7月中にはデータの公開をしたいと考えていまして、あのスラックやあのホームページ等でご連絡させていただきたいと思います。今後の課題としては、あの答えの意表記、これはあの三つ組の関係の部分を比喩記述にしていたので、そこは表記揺れが発生していますし、あと答えもあの、ま、年月日でもこう答え方が様々なので、その意表記に対応した評価方法が必要だというところと、あとその質問のタイプが今その構成問題と比較問題と2種類なんですけれども、それらを組み合わせたような問題や あと現在ページビューのウィキペディアページの人気が高いページを対象にクラウドソーシングで作成したので、人気が高いページの方がこう問題を作りやすいと考えて、ページビューが高いようなページを選んで作成してもらっていたんですけれども、ちょっとそこのページビューがあまり高くないページも含んだ方がいいのではということもあって、それは今後の課題としています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。後半はちょっと3つの話が少しバラバラなので、もし、石井さんのこの発表に対して質問がありましたら、あと3分ぐらいありますので、ここで受けます。またもちろん最後にも25分
オープンディスカッションの時間用意してますので、そこでももちろん質問を受けますが、もし何か、具体的にこの発表に関してあれば、お願いできますか。はい、小川様、ありがとうございます。はい、あ、すみません。前のその API も含めてのちょっと質問になると思うんですが、今回のその、公開されるデータと、API っていうのは、基本的には、研究目的の利用のみに限定されるものでしょうか、それとも、商用利用も含めて、利用可能なものなのでしょうか。API に関しては商用利用は難しいですね。どこか、明確には書いていないと思いますが、はい、こちらのデータに関しては個人的には商用利用可にしたいとは思ってます。まだ最終的な決断は多分利権のお金ですけれども、利権の方にも相談しなきゃいけないと思いますので、なるほど、ちょっと今この場では発言できませんが、できるだけ商用利用可能な方向でいきたいと思ってます。はい、わかりました。それで、今回のこの、データに関しても、同様に、研究目的の利用に、とどまっているという認識で大丈夫でしょうか。データというのは、シンナのデータ。今回、公開される予定のデータですね。なんていうんだろう。QA データセットのデータ、データですね。そうですね。はい。はい。QA データセットの方は、はい。公開して、商用利用したいと思ってますというところです。なるほど。あ、今後の予定ということですね。今後の予定、すいません。今、ちょっと断言できなくて申し訳ないです。はい、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。はい。ついでに、シンラ自身については、ウィキペディア の, コピーライト、ライセンスを継承してますので、はい、CC BY SA ですかね。の、ライセンスになります。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ちょうど時間になりましたので、他にまた質問がありましたら、最後のディスカッションの時間にお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次は、坂口さん。そうしましたら、次は私の方から、LLM と知識グラフの活用のアイデアという話ですね。で、一応サブタイトルにリアルタイム QA というふうに入れてるんですけど、これは自分が興味がある、話になります。東北大学の坂口と申します。よろしくお願いします。で、皆さんも扱っている方も多いと思うんですけど、チャット GPT の注意点がいろいろニュースになってきたりしているところですね。先生がレポートの自動採点に使って、チャット GPT が、これはコピーだというのを先生が真に受けて、生徒の半分以上に負荷をつけてしまったみたいなニュースでしたりとか、あとは、弁護士の方が、判例か何かを探すときにですね、チャット GPT のことを検索エンジンだと勘違いして、出てきたその出力をですね、実際にある判例だと勘違いして使ってしまったとか、そういったことがいろいろニュースになってですね、チャット GPT の便利さの反面、その危険な部分もですね、最近取り沙汰されてきていると思います。で、自分が一番やっぱり気になっているのは、そのハルシネーションですね、先ほども出てきたと思うんですけども、なんかこう、事実無根のことをですね、すごく流暢に説明するという現象が、起こっております。で、これもちょっと英語で恐縮なんですけど、東北ユニバーシティの自然言語処理グループについて説明してくださいっていうふうに書くとですね、一応流暢には書いてくれるんですが、出てきている固有名とかがですね、だいぶ間違っていたりとか、するという、こういったハルシネーションなことが、よく起こっています。これはもう皆さんもご存知の通りだと思います。で、理想的にはですね、毎日のように新しく出てくる情報に追随するようにアップデートできればいいんですけれども、実際はその大規模言語モデルというのは訓練にすごく時間とお金がかかるので、毎日アップデートみたいな気軽なことはできませんというのが今の現状ですね。で、結果としてそのリアルタイムな情報ですね、には答えられないというのも皆さんご存知の方も多いんじゃないかなと思います。例えば、今のロシア・ウクライナ戦争の状況について教えてというと、2021年9月までのっていう、お決まりの、フレーズが返ってくるというふうになっております。で、例えば、あとは、日本の現在の首相はというふうに聞くと、これは読み方も実は間違って返ってくる、来てるんですけども、前の首相だったり、もうちょっと、一般的な話で言うと、コナンの最新映画のタイトルとかが、古いままになっているという、こういったそうですね、リアルタイムな情報、せっかく流暢な入出力
エンジンであるにもかかわらず、一番実は検索でよく対象になってくるリアルタイムな情報については答えられないという、ちょっと歯がゆいものになっているという印象をずっと持っていました。で、まあそうですね、リアルタイムもある意味ニッチな情報の一つだと思うんですけども、まあ、リアルタイムかどうかに関わらずですね、基本的にニッチな情報は比較的苦手としているのかなというふうに思います。例えばこれ結構知ってる方は全然結構少ないと思うんですけども、宮城県には実は村が1個だけあってですね、まあ、その名前はっていうかなりニッチな質問だと思うんですけども、チャット GPT は、まあ、これ時系列全然関係ないんですけど、本当は2021年時点でも答えはあるんですけども、まあ、答えられないと。まあ、存在しませんっていうふうに答えてますが、実際は存在するんですが、間違って答えてくれないということになっています。で、最近のトレンドの一つとしてですね、まあ、言語モデルにそういった、まあ、ツールとかですね、まあ、検索エンジンとか電卓とか、まあ、外部のですね、ツールを合わせて使うという、発想ですね、まあ、ある意味当然っちゃ当然だと思うんですけども、まあ、そういった流れが、まあ、例えばこのトゥールフォーマーとかいうところに研究開発が始まっていて、まあ、同時にまあ、OpenAI の方でもいろいろ作ってて、まあ、最近その GPT プラグインみたいな形でですね、GPT のページに行くと、チャット GPT のページに行くと、まあ、こうプラグインをですね、自分で使ってですね、そのかゆいところに手が届くような機能ですね、を追加することができるような使い方ができるようになっております。またなんかこう検索するとこんな一覧が出てきて、例えばこのウルフラムアルファとかはいろんなデータベースとかですね、科学技術計算とかに特化したツール、まあ、API みたいなものを提供していて、まあ、こことうまく、組み合わせることで言語モデルの苦手な部分ですね、シンボリックな計算とか、まあ、そういったものを補って、まあ、結果として良いアプリケーションにしていくというような、まあ、そういった流れに最近なりつつあるのかなと思っています。ね、まあ、最近ちょっと自分が使ってみたのは、なんかこうビデオを作成してくれるプラグインがあるぞっていうのを見てですね、あ、じゃあちょっと試してみようということで、まあ、なんかこう日本に向けたなんか AI トリッププランナーのプロモーションビデオみたいなのを作ったらどんなのができるかなということで、まあ、試すと、なんかこんな風にですね、GPT はテキストを基本的に出すんですけれども、まあ、プランを、アウトラインを GPT が考えて、でそのできたアウトラインをもとに、このさっきのですね、このビズラっていうそのプラグインですかね、モジュールが実際にビデオを作ると、まあ、こんな感じで30秒か1分ぐらいかな、結構立派な、まあ、それっぽいですね、なんかコマーシャル映像みたいなのが音声付きで生成されるという、まあ、こういう使い方が最近出てきております。で、まあ、一言で最近のなんかこの GPT を活用したこのアプリケーション開発を自分のなりにちょっとこう俯瞰して見てみるとですね、なんかこういろいろな API を組み合わせてきているなと。で、一昔前にマッシュアップとか、Web2.0 とかが流行った時に、同じようななんか雰囲気を自分は感じてたんですけども、まあそれにちょっと近いのかなというふうに思っています。で、いずれにしてもですね、GPT に限らず、そのラージランゲージモデルズの、得意な面とか不得意なことを しておくっていうのはすごく重要かなというふうに思っています。で、得意なことを、まあ自分が使っている中では、これは割とうまくやってるなというふうに思うのは、基本的にはその平均的な情報とか一般的な、まあ、よく知られている情報とか、まあ、そういったものを答えたりするのはすごく得意で、あとは無難なアイディアですね。なんかこう、木をてらったアイディアではなくて、まあ、割と無難な叩き台とかを作るのは割と得意。であとは、要約とか言い換えとか、文章の構成、翻訳とかは、割とその得意なジャンルなのかなと。で、一方でですね、GPT が苦手とする部分としては、本当に真に独創的なこう新しいアイデアですね。人間が今まで思いもつかなかったような新しい斬新なアイデアは、まだなかなかうまく誘導しようとしても、なかなかこう、無難な方に収まってしまうという傾向があるのかなというのが一つと、もう一つですね、このニッチな情報、まあ、先ほどからちょっとキーワードのように何回か出してますけども、ニッチな情報とか、リアルタイムの情報、あと知識に関する、回答ですね、あと最新の情報、この辺がすごく弱いのかなと思っています。で、実際のアプリケーションとか、NLP の技術を使うときって、結構この辺ってみんなよく聞いたりする大事な部分なので、ここはなんとかしたいなというふうにずっと頭の片隅で考えておりました。すみません、あ、これですね、さっきの繰り返しになりますけども、リアルタイムの情報答えられてませんねという話で、
で、自分はずっとそのモヤモヤしていて、リアルタイムになんかこう救命できるものを作れたらいいなというふうにずっと思っていてですね、結構2年ぐらい前からなんか作ったりもしてたんですけど、最近なんかのオープン AI にもですね、そのファンクションコーリングっていって自分で作った疑似 API みたいなのをですね、GPT に教えて、あたかも GPT がその API を動かしているかのように振る舞わせることができるという機能が出まして、今まで自分で全部裏でちまちまと手でですね書いてたことが結構一瞬で無駄になってしまったというのもあるんですけども、ちょっと最近ちょっとそれを作ったのでちょっとだけシェアしたいと思います。この辺はもう多分大丈夫で、モジュールをとりあえずインストールしてですね、やりたいこととしては、さっき日本の首相はといったクエスチョンとかですね、メタネコナンの映画のタイトルとか、リアルタイムなクエスチョンに答えさせたいというのがゴールになるんですけども、ちょっとこの辺は中身なのでちょっと飛ばすんですが、オープン AI が最初に出したその、ファンクションコーリングっていうのを使うと、割と柔軟にその API ですね、API 自身を GPT が叩くわけではないんですけれども、あたかもそう使いこなしているかのような振る舞いをすることができます。で、ちょっとこの辺に具体的な質問いくつか準備してたんですけど、例えば日本の現在の首相は誰っていうことで、でも普通に聞くとですね、2021年9月現在では、菅義偉首相ですみたいな感じで返ってくるんですけども、この、ファンクションコーリングでですね、実際の現在の情報を、API で、呼ぶとですね、こういうふうに岸田文雄ですね、返ってきます。自分が今回使っているバックエンドの API がですね、この SARP API というところで、Google、裏で要は Google Search を実は走らせているだけという、仕組みはそれだけなんですけども、こういった SARP API というところで検索するとその結果をですね、API で JSON で返してくれるという、便利な API があるので、今回はバックエンドにこれを使って、そのリアルタイムな質問ですね、に答えさせているというふうにしています。で、先ほどのこの宮城県、例えば唯一の村はとかもですね、検索すれば普通に答えられるはずなので、ちょっとさっきやったときはうまくいったんですけど、たまにうまくいかないときもあるので、出ましたね。この大平村というのは、実は宮城県唯一の村になっていて、で先ほどはそんなものは存在しませんというふうに冷たく答えられてしまったんですけども、API と、サーチエンジンとかをうまく組み合わせることによって、こういった、リアルタイムの QA の、簡単なアプリケーションみたいなのも、すぐ作ることができます。もともとそのモチベーションとしてはですね、2年ぐらい前からその GPT-3 が出始めてですね、当時は API だけだったと思うんですけど、なんかいろいろ質問をしている中で、その当時から大谷翔平選手はですね、毎日のようにホームラン数を増やしていって、これ GPT では全然答えられないよなっていう、で、これ答えられたらいいのになというふうに思ってたのが、ある意味、モチベーションの一番最初に実はなっていたりします。はい。これすみません、うまくいかなかった時のため の, 実際の入出力の例ですね、情報に貼り付けていたんですけど、今お見せした通り、たまにさん付けで返ってきたりとかもするんですけども、基本的には、検索結果 を、GPT がうまく使って、答えることができるようになっているとです、ね。大谷選手のホームラン数は今35ですね。これは7月18日現在の成績と。こんな感じで、さっきの大平村の話も一応できて。で、何年前か、その2年ぐらい前からずっと、このリアルタイムに QA ができたらいいのになってずっと思い続けて、去年論文も実は書いてたりしてるんですけども、最近その、やっぱり、技術の進展がすごく早くてですね、もうこの論文が出た通る前にもうこの辺はもう技術的にできてしまっているということで、ちょっと、論文をしっかりせっかく書いたんですけど、なかなかあまり注目されてなくてちょっと寂しいというのはあるので、ここでちょっと宣伝だけさせておいてください。はい、それでですね、さっきプラグインの話をちょっとしたと思うんですけども、ここですね、このウォルフラムアルファとか、こういったものを使うと結構そのマイナーな知識とかも答えられるんですけれども、やっぱり基本はですね、やっぱ英語ベースのものがすごく多いので、自分はちょっとそこが引っかかっているところであります。例えばこれさっきの、これ基本は日本語ではあんまり受け答えしてくれないので、英語で聞いてるんですけど、宮城県唯一の村はっていうふうに聞くと、このデータベースではちょっと答えられないというふうになっているので、せっかく
プラグインとしてこれを入れてもですね、まあ、答え、結局その検索という同じで、その検索結果に引っかからなければ、最終的な答えは出てこないということなので、何かしら、そういったしっかりしたですね、知識に関するバックエンドっていうのがあるといいなと思っていたときにですね、関根先生から診断の話とかをですね、聞きまして、あ、これは素晴らしい取り組みだと思って、ぜひ何かキャッチアップなりですね、なんか新しい情報出たら教えてくださいというふうに、お伝えしていたというのが背景にちょっとあります。で、これでもう最後のスライドになるんですけれども、自分がこの診断のプロジェクトに、まあ、求めている、まあ、勝手にですけども、求めていることなんですけども、それとしてはですね、ニッチな情報とか知識に関する最新の、まあ、正確な情報にですね、でそれを、まあ、API みたいな形で簡単にこう、クエリで投げて、それの回答をもらえるという、まあ、そういったものがあるとですね、本当にいいなと、今でも思っています。で先ほどでも、宇佐美さんのデモを見せてもらって、ちょっともうワクワクし始めているので、何かしら自分も貢献できればと思っています。で、さらにちょっと欲を言えばですね、個人的には、その日本とか日本語の固有名に関する、頼れるですね、情報源、ソースといったものがあるとですね、ラージランゲージモデル、英語には基本的に強いんですけれども、その日本語の、まあ、そこまで強くないという、その英語に比べると強くないと言われているんですけども、こういった信頼できるですね、情報源とうまく組み合わせることによって、なんかそこの、英語と日本語のギャップみたいなのをですね、少しでも埋めていけることができれば、なんか今後、その大規模言語モデルの恩恵にですね、日本と日本語とか私たち日本人がですね、恩恵に預かれる、よりなんかこう便利さを享受できるようになるんじゃないかなと、勝手に思っているところでございます。はい、私からは以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう、非常に、聞いてて興奮したんですが、多分、オープンディスカッションの時に、かなり深くいけると思いますが、一つだけ技術的な質問で、はい、さっきの、大谷選手のリアルタイム QA の時に、はい、まあ、Google サーチして、そのページを持ってきて、そのページを一回、チャット GPT に、プロンプトの形で食わせて、聞き直したっていう、大体その、イメージとしてはそうですね、はい。それだけでこの情報は何月何日の成績ですぐらいもまで書いてくれちゃうんですね。これは結構実はうまくいったパターンで、そうですね、うまくいかない時も結構あるんですよね。その検索って結果が結構揺れちゃうんですよね。その聞く日によってもだいぶ、なんかその Google が勝手にですね、あ、勝手に言っても変ですけど、その結構そのアップデート、検索結果の表示の順位とかも結構動的にいろいろ変わるので、動作自体は結構不安定なので、なんかそういうのもあってですね、なんか診断みたいにしっかりこうがっちりしたバックエンドがあると、まあ、この辺の不安定な動きが少し解消されるのかなというのもちょっと思ったりして。まあ、ただし診断はやっぱりリアルタイム QA とは相性は良くないですよね。あ、そうですね。でかい、増産、遅い増産なので。はい。はい。あ、でもめちゃくちゃ面白いですね。はい、ありがとうございます。はい。めちゃくちゃ面白いんですが、後でオープンディスカッションの方で。はい、すみません。よろしくお願いします。ちょっと時間が過ぎているので、次の、次の話の方に、はい、行かせていただきます。次の話はですね、これ、ご案内の時には会社名が出てたんですが、実はその会社の、有志の社員さんたちが集まってやっているプロジェクトなので、会社名を出さないでくださいということなので、今の案内には会社名は伏せてますと。で、今日ちょっと昼間はそういう意味で、有志の方たちなので参加できないということで、ビデオをいただいてます。で、そのビデオを公開するという形で、今日は、共有させてください。すいませんが、先ほどテストしたときにちょっと音声が悪かったらしいのですが、もし聞きづらかったら申し訳ありませんが、お許しください。はい、10分、9分37秒の。ビデオです。よろしくお願いします。神が知識グラフを用いたアプリアイデアの紹介、神社の由緒版生成と題しまして、飯田、武井、佐藤、芝野から飯田が代表して発表いたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに本発表のサマリからご紹介します。第一に、神社プロジェクトでは、ウィキペディアのページ間の関係を推定する技術を用いた説明可能な AI の構築に取り組んでいるという背景があります。次に、新ネプロジェクトのパブリック API で提供される知識グラフを用いたデモアプリを制作し、
知識グラフの効果を検討するということが本発表の主な目的です。最後に、真理の知識グラフのデータソースとなっている Wikipedia に潤沢なデータのある神社を対象として神社の由緒を紹介する由緒版を生成するアプリを作るというものが本発表のコンセプトです。それではサマリについて紹介したところで、まずは本取り組みの社会的な意義について、近年の大規模言語モデルの流行と、それに対する知識グラフの位置づけという観点から説明したいと思います。昨年、OpenAI より発表された ChatGPT は、近年の NLP 界における他のさまざまなイノベーションと比較しても、特に抜きんぬく画期的なものとして世界中を席巻し、アカデミアの枠を超えてビジネス界や産界にまで広く影響を与えています。一方で、大規模言語モデルの持つ問題も、一部の研究者の持つテーマという位置づけから社会的な問題として広く認識されるようになりました。代表的なものがハルシネーションと呼ばれるもので、正確ではない回答を言語モデルが生成してしまうという趣旨の問題です。このハルシネーションの研究は古くは2019年や2020年にまで遡ることができるのですが、ここ数ヶ月で急激に様々な人々に認識されるようになったと思われます。ハルシネーションは大きく2種類に分類されますが、一つはイントリンジックハルシネーションと呼ばれるもので、明確にそれまでの発話の内容や外部の知識と矛盾するものを生成してしまうものを指します。一方でもう一つのものは、エクストリンジックハルシネーションと呼ばれるもので、嘘か本当か確かめようのないものをいかにも真実にするかのように生成するというものです。チャット GPT の場合は特に後者のエクストリンジックハルシネーションをよく引き起こすという報告も挙げられております。こうしたハルシネーションの対策に多くの研究者が様々なアプローチで乗り出していますが、中でも有望なものとしては知識グラフを用いるものが挙げられます。当時、今のハートの最先端のモデルとして認識されていた2021年の段階で、すでに内部の知識を用いることで、ハルシネーションを改善しうるという趣旨の報告がなされております。また、実際に知識グラフを大規模言語モデルと組み合わせることで、生成結果の正確性に関する評価指標が大きく向上したという研究成果が2022年、23年と続々と挙げられております。このような直近の大規模言語モデルと知識グラフを取り巻く背景を考えますと、そのプロジェクトで提供される知識グラフには大きな期待が寄せられると考えられます。日本のビジネスシーンに必要とされる日本語生成 AI におけるハルシネーション問題への回答となり得る大きな可能性があります。こうしたことが、今回の進路の取り組みには、非常に大きな社会的意義があると考えられます。それでは、次のページから、どのようなテーマでこの取り組みに挑戦するのか、について紹介したいと思います。この取り組みに参加するにあたって、我々のチームの知識グラフによる大規模言語モデルの保管というテーマを軸にいくつかのアイデアを持ち寄りました。その中で最もアウトプットまでの道筋が明確だったものが、今日の一番上のテーマである新 API を活用した由緒版生成というものです。由緒版というものは聞き慣れない言葉だとは思いますが、実は日本人が誰もが一度の目にしたことであるであろう神社に建てられている由来や歴史を紹介する案内文のことを指します。それでは次は、この由緒版をいかに大規模言語モデルや知識グラフと絡めて
アプリという形でアウトプットにするのかという説明をしたいと思います。まずは、アプリを使用する際の大まかな種類の流れを説明します。はじめに、ユーザーが何かしらのリクエストを送信したとしましょう。事例として、現在訪れている神社の名前を送信したと考えます。そうすると、バックエンドでは、クエリーとして受け取った神社の名前をもとに知識グラフを探索し、関連する情報を収集します。そしてその知識をもとにして、言語モデルから入手版の文言を生成し、レスポンスという形でユーザーに返します。言語のアウトプットのイメージとしては、ユーザビリティの観点からその段階に向けて順に実装していく予定です。第一段階としては、入手版のテンプレートを作成し、そのエンティティをマスクして、テンプレートフィリングを行います。まさに、アイテムのモデルのチーズ、単語の組みや、固有表現抽出などの手軽に活用できる手法と知識グラフを組み合わせて、さまざまな形のテンプレートフィリングを実施する予定です。次に、第2段階で生成したテンプレートフィリングの結果を元にして、アイテムのモデルのマスクのベンデージモデルの訓練を実施します。これによって、もちろんデータのテンプレートフィリングを行う際に、単語見込みなど、単位の手段だけでなく、言語モデルを活用して、より多様で複雑な回答を生成できることを期待します。そして最後に、第3段階においては、テンプレートの枠にとらわれず、自由形式で優秀を生成することを目指します。このようにして、チャレンジングの問題である、大規模言語モデルと知識グラフの融合というテーマを少しずつ形にしていくというのが我々のアプローチです。次に、テンプレートフィリングの具体的な例についてもお見せしたいと思います。例の図がエンティティをマスクした優秀版のテンプレートです。これに対して、例えば、シミイナリのようなクエリーを投げると、右の図のようにマスクされた箇所が流れていくようなものを目指します。一段階のシンプルな手法では、同年間や同年2年といった、を埋めることしかできないと考えられますが、いつもどのモデルを使った第2段階では、私の馴染みや消失する事件のような複数の記述語を組み合わせたフレーズで埋めるということが期待されます。最後に、本アプリケーションの目指すものについてまとめて終了したいと思います。まず第一に、大規模言語モデルと知識グラフを組み合わせるという技術上の課題に挑戦したいというものが挙げられます。続いて、大規模言語モデルの構造的な課題であるハルシネーションや、スマティックな語頭の矛盾や破綻といった学術的な課題について取り組んでいくという目的が挙げられます。そして最後に、完全に私の個人的な趣味になるのですが、神社の様々なエピソードを教えてくれるアプリケーションを作りたいというものが挙げられます。そして、このような目的に向けて取り組みをご提供いただいたそのプロジェクトの関係者の皆さんには、これを申し上げます。以上で発表を終了したいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ビデオでの参加ということで、本人の方々は来られてないと思いますが、もし質問があれば、後で、お伝えしますので、チャットの方でも、書いてください。逆に、もし参加されていたら、声出していただければ、今、回答できるということがわかりますが、いらっしゃらないですかね。はい。じゃあ、すいません。今の話にご質問ある方は、ぜひ、回答ください。また、まさに、今みたいにまだ、インプリメントもしてないようなアイデアを募集しております。こういうのが、神羅 API のタスクの、デモタスクの目標です。こういう話が来て、私たちも実はこの方々と、ミーティングして、ブラッシュアップしたり、ここはこうだとか、ああだとかっていう質問に答えたりして、やってきました。そういう
希望がある方、ぜひ声を出していただいて、私たちとミーティングして、いいアイデアをどんどん作っていくということで、12月の最終報告会まで何かやりたいという方は、ぜひぜひご参集ください。先ほどの、宇佐美さんもしっかりと対応してくださっておりますので、よろしくお願いします。はい。では、16時まで時間取ってますので、あと25分ぐらい、やはり、オープンディスカッションの時間あるんですけれども、いかがでしょうか。坂口さんの発表は非常に面白かったんですけども、そのあたりで始めるかなと。坂口さんも、今の最後の発表も、診断について、非常に有用性を言っていただいて本当にありがとうございます。これまで頑張ってきて、実は今年の初め頃に、去年のラージランゲージ、チャット GPT の発表以降、少し、いや、診断、役に立たないよね、あっちの方がすごいじゃんって思ってたこともありまして、めげていたんですけれども、ハルシネーションの話とか、真剣に見ていったら、やっぱり、いや、こういうのは必要かもしれないと。頑張っていこうということで、今、元気に頑張ろうとしているところですと。で、やっぱり日本語の方も重要で、坂口さんありがとうございます。日本語っていうことも重要で、やっぱり日本語の、ラージュランゲージモデルが今ないということで、いろんなところで作ると言ってますが、すごく難しいということで、みんなでやっぱり協力していかなきゃいけないと。で、私たちのできることは私たちもやりますということで、インストラクションデータを私たち作ろうと思っていますが、はい、まさにその質問が一つ来ましたね。奥長さん、ありがとうございます。自分で日本語のラージュランゲージモデルを構築したいとき、学習データはどのようなものがどこから入手できるかを何かアドバイスいただけますでしょうか。今ですね、情報学研究所の、黒橋先生、所長の黒橋さんを中心に、日本語のラージュランゲージモデル の勉強会というのが立ち上がってます。で、そこでは3つのサブグループができてまして、まずコーパスですね。ラージュランゲージモデルを作るときに必要な大量なテキストデータを集めるというグループと、あともう一つ、物理的にGPU を大量にあって、それを回してちゃんと学習するシステムを作るというモデルグループと、あと最後にインストラクションデータとか、学習のためのデータですね。対話をきちんとできるような。で、それも、やっぱり日本語は薄いので、一生懸命作ろうということで、私のチームもそこに参加して、日本語固有の、インストラクションデータを作ろうということを頑張ってます。日本語 LLM 勉強会、情報学研究所あたりで検索していただければ、多分参加者募集ページが見れると思いますので、ぜひそこに参加していただければ、どんな学習データがあるかっていう、もうすごいエクセルのシートができてますので、参考になると思います。はい。よろしいでしょうか、奥長さん。はい。ありがとうございます。はい。坂口さんも何かコメントあれば、ぜひ、って、簡単に振っちゃいますけど、いいですか。はい、ありがとうございます。そうですね。事前学習と今言った、先生おっしゃった、インストラクション学習ですね。その2段階で、それぞれ必要になってくるデータの質とか、量とかが違うんですけども、はい、その辺の情報とかも、結構公開、基本的にはその勉強会の中の資料というのは公開されていると思いますので、はい、見ていただけるのが一番いいんじゃないかなと。はい。はい、まさに昨日2回目だか3回目のミーティングがあって、3時間ぐらい各チームが発表していまして、なんかテレビ局も入ったということで、かなりなんか緊張するような感じの会がやってました。はい、その資料も全部スラックで上がってますので、そこに入ると見れると思います。はい、はい、ありがとうございます。ニッチな情報について補強できるという話がありましたが、ウィキペディアに人気な情報については目が届いておらず、嘘が多いという問題があると思います。はい、そうですね。そのあたり、ウィキペディアの情報自身の信頼性を数管理にして調整、
するみたいなことをやったりする必要はないでしょうか。まあ、信羅としてはですね、まず私答えさせてもらうと、信羅としては、そこにある情報を構造化するという技術を作るということに注目していますので、もうウィキペディアの中身はそのまま信じるというか、そのまま扱うということにしております。なので、この信頼性みたいなことについては特にはやっておりませんと。ただ、情報の信頼性という研究も自然言語処理ではまあ長い歴史がありまして、あるんですけれども、なかなか何が信頼できる情報かと。アメリカがイラクを爆撃したときに、あそこになんかミサイル基地があるみたいなことを言ってましたけど、あれも多分嘘だったけれども、アメリカの政府が言ったんでっていうことで、あれを信頼できないという、信頼性が低いということを判断すること自身もかなり難しいと、いうこともあると思いまして、まあ、信頼とは何かということ自身も研究だと思ってます。ちょっと回答にはなってないですけれども、まあ、この辺はもう研究課題と言うしかないですかね。一つの答え、僕はすごく好きな一つの答えは、東北大学 の坂口さんの上の乾さんがやった言論マップっていうのがあるんですが、複数の意見があった場合は、複数の意見を併記する。で、リーダーがどれが信頼できるかを判断するというのが、まあ、一つのやり方かなと。まあ、もちろん、リンクして、その元情報はどこだということを言うというような話は必要ですけれども、まあ、そういう方向しか信頼って、なんか突き詰めていくとないんじゃないかなという気はしております。他の方どうでしょう。坂口さんでも、信頼のメンバーでも、どなたでも、なんか、フリーディスカッションなんで、私だけが喋りたくない感じで、はい、ありますか。じゃあ、すみません、簡単にちょっと今の質問に加えてる感じなんですけども、質問はすごくありがとうございます。重要な指摘で、重要な点だと思っていますね。簡単な解決策も、今、パッと浮かばないので、まあ重要な問題で、研究者側も気にはしていて、ちょっと自分が今日話したときは、ある意味、ウィキペディアは、ネットの中では信頼できる方なのかなというふうに勝手にちょっと思い込んだ節があるので、今おっしゃっていただいたみたいに、そのニッチな情報について嘘がまだあるっていうのは、本当おっしゃるご指摘の通りだなと思います。ので、そこは、どうですね、信頼性にフォーカスした研究をしている人、に頑張ってもらうというで、みんなの力を合わせて、まあ、それぞれがその得意分野とか興味のあるところをですね、より改善していって、最終的には、まあ、うまく、それぞれこう、補い合えるといいなというのが、自分の中、ちょっとこう理想的なストーリーにはなっているんですけども、回答にはなってないと思うんですけども、はい、重要な指摘ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他、どうでしょう。で鈴木さんとか吉岡先生とかいらっしゃいますが、何か一言あればぜひ遠慮なくどうぞ。はい、吉岡です。まあ、ウィキペディアいろいろ、まあ、確かにこう難しいニッチな情報っていうところと、まあ、あとそのエディットウォーみたいなのがちゃんとあってどうなってるかとかっていうのも含めて、やっぱりこう見なきゃいけないっていうのはあるんだとは思いますけど、確かにまあ、できることは、ウィキペディア以外のものがどう言ってるかっていうのを、まあ、併記するっていう、まあ、関根さんのお話もありますし、まあ、場合によってはそのチャット GPT のものと出して両方出てきて、まあ、それを見て何を考えるかっていうふうにしてもらっても構わないとかっていうような、まあ、いろんなそういう情報源をうまく使う使い方っていうのが、これからそういうのが出てくると開発されていくんじゃないかなっていうふうのを聞いてて思いました。はい、ありがとうございます。はい、でも本当に非常に重要な指摘だとは思います。はい。はい、他に質問が来てますね。チャット GPT にナレッジグラフそのものを入力して、文章を生成させるツールがあれば教えていただけるとありがたいです。ナレッジグラフそのものを入力して文章を生成させるツール。なんか
先ほどの坂口さんのツールなんですか、プラグインの中にあったりはします？または普通にできるのかな？そうですね、あのナレッジグラフ全部を入れるっていう感じではないと思うんです。その質問に応じて、まあ、その質問をなんかこうナレッジグラフの一部の、まあ、パーツだと思って、それを元になんか検索してっていう使い方だったらあるんじゃないかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。そのあたりぐらいで、はい。よろしいですか。なんかたくさん来てるので、英語のウィキと日本語のウィキに関して、結構内容が違うものが多いですね。特に日本語の古典や漢文の古典、あるいは古典仏教の考え方などを知識で学べていないと思います。これは、はい。英語ですね。多分。で、Bing を使って英語でイスラムに関する文章を作成されました。はい、はい。内容が言語依存か文化依存か国依存かなんかわかりませんが、まあ、それはもう明らかにあるので、やっぱり日本語の LLM を作るとか、日本語の知識を作るとか、っていうことは、まあ、とてもとても重要だと思ってます。まあ、ただ、まあ、日本のウィキペディアも、まあ、僕らも結構見てますが、それなりに偏りはあったり、変な偏りもあったり、ここの知識は足りないとか、まあ、生物名はすごく多くきちんと入っているとか、まあ、いろんなことはあるのですが、まあ、そこはもうそれであるものを使うしかなくて、まあ、やっぱり、それ以外の、知識源をどう使っていくか、まあ、将来的にはですね。まず今、僕らは本当に、ウィキペディアを構造化するだけで、先ほど、三浦さんの意見にもありました、情報にもありましたが、精度的にはそんなに高いっていうわけではないので、そこも改良していって、きちんとした、より精度の高い、知識グラフを作っていくことが重要だというふうには思っております。はい。よろしいですかね。他に何か対応、反応したい方、ぜひ声出してください。私だけじゃなく。はい。次に、坂口先生の話で、Google へ検索して、その結果をスクラッピングするのは非常に良い方法だと思ったんですが、Google 検索だと間違いを誘発するようなこともありそうに思いました。何か工夫はありますでしょうか？はい、質問ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通り、Google 一つだけに頼ると、非常にその、何事も依存しすぎっていうのは本当に良くないなと思っているので、これについても、例えば、まあ、診断の API を追加で、まあ、それこそ今、報道責任先生おっしゃった、言論マップじゃないですけど、複数の情報源から、まあ、それぞれ持ってきて、で、まあ、それを最終的に一つの結果にするかどうかは、またユーザーの方の判断になると思うんですけども、そうですね、Google 一つに検索を依存してしまうというのも危険だというのは、その通りだと思います。で、工夫としては、そうですね、複数の情報源をしっかり使うというのがあるのかなと思います。まあ、なんか GPT、チャット GPT にしても、なんか今、複数の答えを併記するっていうのはよく出てきてるので、あれはなかなかいい工夫、うん、まあ、なんか工夫してるのかなって思うんですが、はい、あれはいいことなんじゃないかなというふうには思ってます。はい、個人的には。はい。次に、石さんへの質問ですけども、マルショップ QA について、スライド2ページ目で既存知識データをベースとした場合、その知識データを活用するスキルはうまく開発されない可能性があるとありますが、分からなかったら補足していただけますでしょうか。まずそこから。あ、はい、ご質問ありがとうございます。ちょっと、表現が悪かったかもしれないですけれども、既然の、ある知識データを使って、それをベースとして作成した場合、何らかのテンプレートでこう文章を作成したりっていうことをするような、まあ、想定なんですけれども、そうした場合、そういったテンプレート的な処理ですとか、処理とあとデータベースにこう情報を引きに行くっていう処理だけで解けてしまって、その知識データを活用するっていう方法が、もうちょっとより現実に近い問題にはちょっと適用できないようなスキルになってしまうのではないかなっていうことをちょっと言いたかったというところです。ちょっと回答になってますでしょうか。
中村様、はい、まあよかったら、はい。はい。また、あの質問あったら、また返してください。もう、すみません。はい。また新たに三つ組を作成したというのことですが、この三つ組のヘッド・テール・リレーションは、ウィキデータなどの既存の知識ベースにグラウンディングされているものではなく、作成者が自由に入力して作成したのでしょうかというですね。あ、そうですね。ヘッド・テール・リレーション。そう、そのヘッドはウィキペディアのタイトルで、テールはそのウィキペディアページ内の、アンカーリンク部分の表現になります。そのリレーションの部分だけそのクラウドソーシングに参加クラウドソーサーの方に書いていただいたという形になっています。そこでは、自由入力して作っていただいたんですけれども、最終的に問題が作成された後に全部目で見てチェックはしています。はいはい、そういう形で作っております。はい、ありがとうございましたということでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それで次は田中正明様からの質問です。これは石井さんというより大きな話です。信頼性の問題ですが、ウィキペディアのような安価なテキスト、リソースを利用する限りにおいて避けることのできないと思いますと。抜本的な解決には、出版社と組んで書籍データを学習データとして利用するなどしかないと思います。そのためには一組織ではなく国家プロジェクトで進めるしかないと思います。かつての第5世代コンピュータープロジェクトのようにと。で、精度の高い国産 LLM を開発するのはまさに国の存亡をかける、国家プロジェクトだと思います。はい。はい、大きくは、すごく賛同するんします。はい。第5世代コンピューターという、素晴らしい。私もギリギリそこにかかってた人間ではあるんですけれども、田中様も多分そういう方なのかなと思いますが、どうでしょうね。難しい。すごく難しい問題ですね。今やっぱり日本の国もそういうことは考えてるみたいで、自民党の、市議会って何とかするとか、岸田総理が誰かに会うとかっていう、いろんなニュースが来ていて、政府の方も考えてはいるとは思うんですけれども、第5世代コンピューター自身はですね、私も関わってはおりましたが、かつ人材育成はすごいいい成果があったと思うんですけれども、あの結果がね、次につながったかどうかっていうところは、ちょっとまだ疑問がありますし、今回も国が旗振り始めてはいるんですけれども、僕自身の直近の記憶では、Google が出たときにやっぱり日本版検索エンジン作んなきゃやばいってかなり言っていたんですが、あんまり成功はしてないという感じで、機動力だとか、その、思いだとか強い思いだとかっていうのが企業がやるということの方が長けてるかもしれないと、国家プロジェクトっていうことがどうなのかなというのはかなり個人的な思いですけれども、個人的には持っております。ただ、みんなで協力してなんかいろんな知見を共有するとかそういうことがすごく重要であって、それはまさに LLM 勉強会はそこに力点を置いてやってますし、国産 LLM を開発するとするならば、あそこが原動力になってやっていくかなと、そういうボトムアップ的ななんか感じで、強い思いで研究者が作っていくというのは少し期待はできるかなというのが個人的な印象です。すいません、私のエッセイ的な感想でしかないんですけれども、他どうでしょうね。鈴木久美さんあたり面白い話が出ます、この辺。そうですね、私も今関根さんが言ったような感じなのかなっていう、その質問に関しては思っています。なかなかそうですね、政府主導でやるっていうことの利点もあるけれども限界もあって、で企業でやる方も利点もあるけれども限界があって、だから一番いいのはやっぱり
その日本語だったり日本の国益のために何ができるのかっていうのをみんなで一緒にやるっていう方向なのかなとは思っていて、実際に今そういう方向に進んでいるような関根さんとかその真ん中にいらっしゃるので、それはいいと思うんですけれども、それいいと思いますので、すいません、それが少し前の質問にもちょっと関係あることなんですけど、やっぱりなんか今日いろいろ話聞いてて、使い方の坂口さんがお話してくださったのもそうですし、それからビデオのやつもそうですけれども、やっぱり LLM を信頼できるデータと組み合わせるっていうのはすごく重要になると思っていて、で私はビンでそういうようなことをやっていたりしたんですけど、マイクロソフトのそれもあれは本当に一つの組み合わせ方 であれはあれで欠点はたくさんあるし、他にいろいろな組み合わせ方で応用もたくさんあると思うので、この場をすごくそういうのを考える機会にできたらいいなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。ちょっとご存じない方も多いかもしれませんが、鈴木さんはマイクロソフトに勤めていて、BIN の検索ですね、チャット GPT 使った、あれのプロダクトマネージャーをされていた方です。はい。あと2つ来てますが、はい。知識グラフを活用し、質問応答において LLM の推論過程を可視化する手法はあるものでしょうか。うん。いいですね。信頼 API からのレスポンスにあるノレッジグラフはすなわち推論の過程と見なせると思いますが、それ以外の別の可視化アプローチがあればお伺いしたいです。別の、私たちも信頼 API のノレッジグラフが推論の過程だと思って、まあ、それが、説明できる AI につながっていくと思って、まあ、そこをまっしぐらに進んできたので、それ以外のアイデアがあるかと言われると、逆にお聞きしたいですが、どなたかそういうアイデア持ってる方、または知ってる方いたら教えていただきたいですが、いかがでしょう。うん、もしあったらぜひ教えてください。私たちもまたは本当に今回の、デモアプリに参加していただいて、そういうこういうやり方もあるよってデモでいいので見せていただければすごく興奮する話になると思いますので、もしあったらよろしくお願いします。あと4分ですが、最後に今来てる最後は、奥長さんの理系のスパコンを企業と共有できたら嬉しいですね。そうですね。ちょっとこれはもう僕の手に届かない政治的な話なので、ちょっとわからないですが、確か産総研のやつは、企業は共有できてるんですよね。で、理研の富岳も、なんか多分高い、すごい高いお金かもしれませんが、できてるんじゃなかったかなという気はします。ごめんなさい、ちょっと曖昧な回答ですが、はい。以上です。はい、ということで、あと4分なので、ちょっとまとめますかね。ちょっとだけ、翔子さん、はい、はい。さっきの、ウィキペディアに頼るっていうところなんですけど、まあ一つは多分ちょっとだいぶもう、まあ、知識グラフの前提としてはリンクドオープンデータみたいなお話があって、まあウィキペディアが多分、まあ、ある種その一番もののリストがあるところなので、まあ国としてはだから新たに全部作るというよりは多分リンクドオープンデータでその訂正があるときにはしっかりやっていくとか、まあ、そういうような方向っていうのも多分あると思うので、何でもかんでももう国で抱えるっていうことはしなくてもいろんなことができるんじゃないかなというふうにはちょっと思いましたというので、ちょっとコメント言おうと思ってとりあえず書いたんですけど、はい、あ、ごめんなさい、はい、はい、ありがとうございます。いやいや、もちろんリンクドオープンデータ系のデータベース系の方々一生懸命やってくださってますので、ぜひそういう方向もご参考に、されてください。はい、すみません。じゃあ、まあ、過去のやつ見たら、元道松崎様も、カバー、専門性のある、ノレッジグラフを融合させていく方法があるといいねっていう話。確かにその通りですね。はい。はい、ありがとうございます。マッピングについても考えていきましょう。はい。はい、ちょうど時間になりましたので、今日はこれで、終わりたいと思いますけれども、すいません、坂口さんの話、もっと深掘りしたかったんですが、また別の機会を作らせていただきたいと思います。参加いただいた皆様、質問いただいた皆様、ありがとうございました。これからも進路は続いていきます。特に
デモ API、今回デモ API ですが、まあ、それ参加される方を大募集してますし、本当に僕らがハンズオンで一緒にやっていきますので、ぜひご連絡ください。あと、一般のタスクですね、分類構造化、情報抽出、属性抽出、リンキングのタスクも、リーダーボードを作りまして、やっております。そちらもご興味ある方はぜひご参加ください。と、あと10日後に、LLM のイントラクションデータの作成のプロジェクトの方側の、説明会を行いますので、そちらもご興味ある方、ドメインディペンデントな LLM を作りたいという方にも、かなり、参考になる話かなと思いますので、LLM をちょっと作ってみたいな、どうかなっていうぐらいの方でも含めて、ぜひご参加いただければと思います。はい、それではちょうど時間になりましたので、本当に たくさんの皆様、ありがとうございました。では、今日はこれで終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。